10年後の私にタイムカプセル。本日は我が愛車デュアリス号、こちらのサイドミラー、数ヶ月前にサイドミラーシルバーの色を吹いたんですけども、ちょっと素人仕事すぎてダラダラと流れてしまったということで、今日はね、サンドペーパー2000番と1000番を買ってきましたので、これで削ってきれいにしてみようと。きれいになった後でクリア吹いて仕上げということをやってみたいと思います。それでは行ってみよう。準備したものはこちらの1000番のペーパー、2000番のペーパー、きれいに、流れたところが拭き取れたら仕上げ用のクリア。クリアはね、あの大きいサイズじゃなくて半分サイズのね、使い切りサイズというのを売っていたので、今日はこの使い切りサイズ、普通はねこの大きさなんですけども、これの半分の大きさね、こういうのが、半額で売ってましたので、もう使う分だけということで、今日はこの使い切りサイズの方を使っていきます。まずはペーパーね、ペーパーをこのままじゃでかすぎるんで、6等分ぐらい、ちょうどこの入れ物にね点線がこうついているので、この点線に沿って切っていく。この点線に沿って切っていくとね、1000番という文字がどのペーパーにも残って、何番のペーパーか分かんなくなるということがなくなるんでね、1枚あたりの大きさ、ちょうどこの手のひらサイズぐらいの大きさにして、これで1000番から削っていくと。流れた塗料ね、少しずつ削り落としていきたいと思います。よし、はい、それでは1000番からいってみます。色まで取っちゃいけないんだよ、この流れているところだけを軽く取りたいんだよね。あ、削りすぎた、やばい、下地が出てきたよ。あれれれれれ、こう手で触った感じ、あの流れた塗装のダラダラっていう感じは取れたんやけども、なんかここ出っ張りがあったのかな、擦りすぎちゃったよ。やべえ、これはクリアだけじゃ済まんね、またシルバー拭かないと。あっちゃーちょっともう一回ちょっと倉庫に行ってシルバーがあるかどうかちょっと確かめてみようか。倉庫を見てきたらね、日産用のダイヤモンドシルバー少し残っている、サイドミラー分ぐらいあると。2000番で表面をきれいに全体的に表面して、それで、マスキングをしてシルバー拭いちゃいましょう。さっさっといこう。では2000番で全体を仕上げます。1000番で盛大にやりすぎちゃったな、おかげさまで下地が出ちゃったよ。2000番で表面をつるりと仕上げて、でシルバーを塗っていくことにします。あ、マスキングもしないとな、これ。よし、こんなもんでいいんじゃないかな。はい、じゃあこれで水を流してみよう。はい、完璧なマスキングができました。それではシリコンオフを拭いてシルバーを拭いていきましょう。日の入りが迫ってます。日の入りが11月とはいえあったかいんで、蚊がいっぱいいるんだよね。もうさっきから蚊に噛まれてかいかい。
キラキラになりましたね。ということでこの流れていたところですね、無事に補修が終わりまして、あとは、クリアを吹きかけて完成ということです。流れているとこもう目立たないよね。大丈夫だよね。はい、こんな感じで仕上がりました。よかったよかった。それではクリア吹いてみましょう。だいぶツヤツヤ感が出ていい感じになってきたんじゃないかな。はい、それではクリアの最後2回目仕上げです。はい、自分では精一杯やりました。こんな感じですね。ちょっと色にムラがあるかなあれれちょっと色にこれムラがある感じだな。今度はこれはこれでちょっとやばいね。流れていた塗装の跡は消せたけど、その後塗った色がちょっとムラになってしまったという、今回はこういう塗装の結果になってしまいましたね。これやばいじゃないですかね。マスキングを外していって作業は終了でございます。塗装が流れたところ、ビロビロっとなったところは直すことができたんだけども、あとシルバー塗ったところ、これがちょっとなんかバンダナみたいなまずいなまあそんなことで、まあ、素人のやるね塗装っていうのはやっぱこういうことでいろいろと問題があるんでね、次回はちゃんともう一回シルバーの缶を、新しいの買ってきて、今日の缶はね残りがもう残りね5分の1ぐらいしか残りなかったのね。だから慌ててやったからいけなかったね、もう一回ちゃんと満タンに入ってるやつを買ってきて落ち着いて乾燥した日にしっかりとまたやりたいと思います。とりあえずはこのままでしばらくは走ろうと思います。ということで本日はサイドミラーの、塗装が流れちゃったのをサンドペーパーできれいに落として直してみようという動画でございましたが、これをもちまして終了でございます。10年後の私に我が愛車デュアリス号の記録をこうやって少しずつ残しておこうと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは本日の動画は以上で終了。またの動画でお会いしましょう。バイバイ。10年後の私にタイムカプセル、本日はですねこの後ろにあります私の愛車デュアリス号、デュアリス号のサイドミラー。だから布団叩くなっつうのよお前、布団叩くなよ。10年後の私にタイムカプセル、本日はこちら、我が愛車デュアリス号ですね、デュアリス号のサイドミラーでございます。こちらのですね、この間数ヶ月前に塗装をしたんですけども、やり方がですねざっとやりすぎてしまった関係でちょっと流れてしまったんですね。この流れたのを今日は直してみようという、布団を叩く音はですね気にしなくて結構です流れたのを直してみようというね、そういう動画になります。それでは行ってみよう全然